疲れ様です。お疲れ様です。西野です。今回はですね、前回音程やりましたよね。ここがインターバル、インターバルですよね、はい、あれやりましてですね、で今回ちょっとねコードをやろうかなと思って、コードの理論ってなんてなんか難しいわってちょっとなるじゃないですか。はい、よ分かりませんわみたいな、もうよろしい私みたいななるんですけど、はい、まあ何ですか、そんな難しくないんですよ本当に。理論と言っても、理論と言ってもなので、はい、今回はまあ、メジャーコードとマイナーコードの違いというのを、はい、まあ把握してもらってですね、はい、それをちょっと実際弾いてみるんですけども、はい、ですね、前回なんかこうインターバルを言いましてですね、まあここがもし基準やった場合にここまあルートとしましょうよ。はい、見えます？はい、見えてますね。大丈夫ですか？なここがなんかマイナーセカンドとかメジャーサードとか、はい、ね、こういって弦変わっていったんですけど、はい、コードもまずはこの理論で解釈した方がいいんですよね。その方が絶対分かりやすいんですよ。はあ、で今回ちょっとまず基準を C としましょう。ここ C の音です。はい、C の音ですね、ここ、はい、でコードって基本的に1、3、5度で成り立ってます。はい、でまずですね、はい、ちょっと5度の位置を確認したいんですけど、はい、5度がねここになりますね、はい、こいつ5度です。はい、でここが C にした場合に、ね、ここが、はい、変えちゃっても大丈夫ですかね。 G の音わかります？はい、なんかちょっとわかりにくいですけど、G の音です。はい、すいません、字汚いですけど、字めっちゃ汚いちょっとここはもうねご了承くださいでここがねパワーコードの関係なんですよね。1度5度っていうのがパワーコードなんですよ。で1度5度で一応コード成立してるんですけど、はい、明るいくらいっていうのが必要なんですよ。はい、でちょっと2箇所書きますけど、まずここが、はい、ここを、基準とした場合にマイナーサードっていう音になるんですよね、はい、音程でも言いましたけど、はい、でこの3つが鳴った場合に、はい、コードはマイナーコードになります。はい、これでマイナーコード成立なんですよ。ほんで、はい、次にここもサードに当たるんですよね。はあ、ここがメジャーサードなんですよ。ほう、なのでここを弾かずに、はい、こことこことここを弾いた場合に、はい、ここがメジャーコードになります。ほうほうほう、コード多分皆さん普段ね C とか、はい、E マイナーとか、はい、G とかそういうテンションなしのものを弾いてるときには、はい、基本的にこの1、3、5度を、はい、この3つの音を弾いてるってことになってるんですよね。じゃあその3度の音、赤丸2つが、はい、もうメジャーになるかマイナーになるかでこの結構キーになるか、ね、あ、キーです。じゃあまだ小文字の M と大文字のM なんですけど、これ小文字の M がマイナー、そうです。でここが、メジャーなんで、コードの明るいくらいってもうここだけなんですよ実は。その3度の音で決まると。そうです、ここで決まります。へ、でまずはこの3つの音でコードが明るくか暗いかっていうのをしっかり把握してください。はい、もうこれはぁ言ってましたけど今、これ土台なんで、はい、でテンションとかいろいろあるんですけど、はい、そこはもうさておき、まずはこれを理解してから。おうおう、ちょっとね、はい、弾いてみます。僕がじゃあね、さっきの、はい、3和音なんですけど、はい、こうちょっと普通の C を押さえてみます。はい、で3和音って言われにお前5個押さえとるかなって言われると思うんですけど、思う方は。でもこれってね上からいくと、はい、まず C の音なんですよね語源が、はい、で次に G の音、はい、5度です。で次にここがまたルート C の音弾いて、で次にE の音弾いてます2弦が。で1弦が G の音なんで結局ドミソしか弾いてないんですよこれって。なのでさっきの3和音で C が成り立ってるってことになってるんですよ。ほうほう、ドミソで。さっきマイナーとメジャーの違いがサードって言いましたよね。はい、でこの場合サードがここの音ですよ。2弦のこの5フレが E の音なんで、はい、ここをこのE フラットにすると、はい、マイナーコードになるので、これをこの形をここ下げてみるとマイナーになるんですよ。この明るいか暗い、この違いだけです。ほんでですね、理論っていうのが結構こういう単純なものの積み重ねなんですよ。
はあはあ、一個一個はねすぐ分かるんですよね、まあ、誰も分かるかなって思うんですけど、うん、それが重なり重なりいっぱい重なるとなんかもう複雑に見えちゃうので、はあ、まずは、まあ、やった音程をしっかり入れる。ほんで次にまあ135とかメジャーマイナー、はい、ここの違いだっていうのをちょっとしっかり把握してもらってですね、はい、いろんなコードがあるじゃないですか、 G とか、はい、E マイナーとか、はい、それをねちょっとね皆さん独自で調べてもらったら、結局あ135とのその3つしか弾いてないんだっていうことが見えてくるんですよ。おなのでですね、まあ、宿題とは言いませんけども、宿題あ出ました、初めての初めて、ね、宿題食わず嫌いのあの実食みたいな感じで宿題って今言ったんですけど、ああすいません、なんかびっくりしましたね、ノリがもう完全におかしくなりましたけど、あ、まあ、ちょっとね、はい、あのよかったら皆さん独自で調べてもらってですね、はい、で確認して、あ、あやっぱりそうなんだっていうのがあるとどんどん身につくものだと思うんで、それぐらいはね、はい、できますよね、できると思います、ね、でまあ、こういう理論講座どんどんやっていきますので、お、はい、次回お楽しみにください、はい、お疲れ様です、お疲れ様です。